では時間になりましたので、これから大木久保選手の公開練習を始めさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。Thank you.
あ、ひゅいが。次は党の方を始めさせていただきます。よろしくお願いします。でご質問ある方は5倍タイム、お名前の方に来ていただいて、まずオフィシャルから質問させていただきます。現在のコンディションはいかがでしょうか。現在のコンディションはかなりいいです。あ、かなり、はい、すごいめちゃくちゃいいです、はい、今回、堀口選手との3度目の試合ですけど、はい、今回の試合のテーマとかありますか。テーマですか。はい、まあ、僕にとって堀口選手っていうのは本当勝たなければいけない相手というか、まあ、どうしても勝ちたい相手なので、まあ、彼と初めて戦ったのが、9年前ですかね。でそこからこの9年間っていうのは、まあ、2回負けてるんですけど、本当に彼にやられた悔しさというか、そういうのを糧にしてずっと頑張ってきたので、まあ、例えば自分の人生でもいろいろあって、まあ、例えば子供が生まれた時とか本当に嬉しい、もう心から嬉しい、最高だっていう時でもこう我に返ると、まあ、堀口選手の顔が浮かんだりそういうことがあったので、まあ、それぐらい本当に僕の中では堀口選手っていうのはどうしても勝ちたい相手なので、まあ、この9年間の思いっていうのを本当に全部ぶつけて一本か KO で必ず勝ちます。ありがとうございます、はい、久しぶりのフライ級での試合になるんですけども、なんか食事だったりトレーニングとか変えてる部分とかってあったりするんですか。そうですね、まあ、バンタム級でここ3年半ぐらい戦ってて、まあ、食事はそこまで、なんて言えばいいんですかね、まあ、節制はしてたんですけど量はしっかりとってたので、まあ、それに比べれば、まあ、例えばお米1合食べてたところを今玄米にして半分に 0.5 合とかにして、だいたい量はバンタム級の時の半分ぐらいのご飯の量になってます。で今回フライ級なんですけど、レジェンド所選手だったり参戦したり、まあ、ディープでもフライ級のトーナメントがあったりしてるんですけど、はい、このフライ級の盛り上がりってどう思ってますか。やっぱり自分はフライ級っていうことに誇りというか、まあ、自分の適正階級はフライ級だってずっと思ってたので、まあ、シュートでもフライ級でずっと戦ってましたし、だからここに来てこうフライ級が少しずつ盛り上がってきてくれてるっていうのは本当に嬉しく思いますね。でもまだまだここから本当世界中の世界の選手たちが、まあ、軽い選手たちが日本に来ればフライ級で世界一をこう決めれるんだっていう風に、まあ、Go to Japan、 Go to Rising じゃないですけど、そういう風になってくれればいいなと思ってます。ありがとうございます。オフィシャルからは以上です。はい、その他ご質問ある方挙手の方でお願いします。はい、今回の戦い練習かなり長くやられたと思うんですけど、はい、なんかこうフルで見せていただいた意図というのをお伺いできると思います。まあそうですね、しっかりファンの方もいつも1分2分の練習だと、ね、飽きてくるし、まあ、本当に公開練習なんでしっかり練習をやっぱ見せるべきなのかなと思ってたら、まあ、海外のねオープンワークアウトとか見るとしっかりやるじゃないですか、まあ、それもそういうのをやっぱりやっていく、ふざけるだけじゃなくてやっていくのはこれからやっていくためにしっかり今日長く見せました。先ほどフライ系のことをおっしゃってましたが、今回その、まあ、フライデーっていう流れの中でご自身なんかその、まあ、準備するにあたって何か大きな違いとか感じている部分があったらしい。フライ級にすることによってですか。そうですね、その方向性の中で、まあ、今回の中で。そうですね、まあ、さっきも言ったんですけどフライ級を盛り上げていく、世界で一番の舞台に
するっていうのが僕の、まあ、本当現役生活最後の、役目だと思っているので、まあ、ここが本当にその盛り上げるためのスタートだなというふうに思ってます。だから本当に、やる気に満ち溢れてます。この肉体的だったりコンディションの変化を感じたりしますか？コンディション、まあ、やっぱり少し、久しぶりのフライ級なので、出力とかは前よりバンタム級の時よりは落ちてるなとは思いますけど、まあ、でもその分たくさん動いてるのでスタミナ面ではかなり上がってきてるのを感じてます。そういった意味で言いますと、その、まあ、今回前線から比べて前線の堀口戦と比べてご自身どの点がこう大きく違うようなパフォーマンスが見せれると感じますか？まあ、そうですね、僕2回やってて彼の間合いっていうのを知ってるので他の選手よりものすごく知ってて、どの距離で来るのか、どれぐらいのパンチ力なのか、そういうの分かってるので、だから今までの2回の試合とは全くこう別の展開になると思います。選手と関わるんで言える範囲でお願いしたいんですけど、先ほどその必ず1本かけを禁止でというイメージありますけど、こう短期決戦ですか、それともこうフルでどちらをこう強くイメージされますか？いや、まあ、2回戦って多分合計200発以上殴られてると思うんでまあ短期でねパンって僕のラッキーパンチが当たって KO しちゃったじゃ全然気が済まないんで、フルであれ扇久保全然違え、いつも前と違うで心折って最後にフィニッシュしたいです。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、まあ、やっぱり日本人、本当の日本人で出てるのっていうのはライジン代表としては僕と、まあ、武田選手なので、まあ、そこの部分っていうのはやっぱり大きいですね。世界の人たちも見てる舞台なので、と日本代表として、まあ、相手も堀口選手日本人なんですけど、このライジンの日本の代表っていう気持ちはすごく大きいです。やっぱり今ワールドカップでも日本を、ね、応援するこうブームとか起きていて、そういうふうに自分もこう日本をライジンを代表する立場としてぜひ日本中から応援してほしいっていう気持ちですか？めちゃくちゃ応援してほしいです、はい、本当に頑張れっていうふうに、応援してほしいです。他ございますでしょうか？はい、ゴンカプリモザムスと申します。今日の公開練習でそのトレーナーさんにラウンドごとにこうチェックしてもらってたのは一体こうどんな、まあ、そうですね、まあ、総合というかいろいろこう打撃のあの人はコーチなんですけど、はい、こうガードが下がっているとか、もっと力を抜けとか、そういうところをこう指摘もらしてもらってました、はい、チーム全員でこう拍手が沸き起こるというちょっと北米式っていう感じだった。そうですね、いやもう本当にチームで今回の試合は勝ちに行くんで、そういう意味も込めて今日はみんなに見てもらいました、はい、さっき昼間の武田選手の練習がマツケパーマだったのでとてもいい公開です。ありがとうございます。その中に内田選手というのがこうカディ選手とのスパーリングも入ってたのは、はい、こう今まで の, なんだろう練習相手とはちょっと違った練習相手とスパーをトークしているということでしょうか？うん、そうですね、フライ級で戦うので、まあ、自分のフレームも小さくなりますし、ちょっとこう怪我も怖いので、まあ、以前バンタム級の時にやってた時はまあ、バンタムの選手だったりとやってたんですけど、今はちょっとフライ級のスピードが速い選手というか、そういう選手と主にスパーリングしてます。そういう中にはこう釣り上げる選手ともこう、ね、肩を合わせることもある。そうですね、はい、めちゃめちゃ強いですよ釣り上げ、はい、同じくこう大一番に向かうという意味では、うん、かなり熱をこもった練習なんで。そうですね、12月25日ですか、クリスマスの日に令和タイトルマッチなので、まあ、そこでしっかりベルト取ってもらって、
まあ、1週間後僕が大一番なんで、あの繋げてもらえれば嬉しいです、はい、フライ級には1回は落としてはいない、あのその前以前はそうだったわけですけれど、こうテスト的にこうフライに落としたりはしてない。テスト的には落としてないです。もうずっとここ3年半はずっとバンタム級のままいました、はい、先ほど質量の話が出ましたけど、フライで力が出せるかどうかというところに関しての不安はないですか。あのスパーリングをやってて逆に力がこう上がってきてる。質量っていうのはこう体が小さくなってる質量は感じるんですけど、質力の方はすごくこう上がってきてるのが感じるので、やっぱりフライ級が合ってるなっていうふうにあのすごく毎日感じてます。お互いがフライに落とす中で結果的に戻しは多分同じぐらいだったとして、でも1回フライに落とすということはそれはそのダメージとしては両者にあるという形になるんでしょうか。そうですね、まあ、フライ水抜き何キロするかにもよると思うんですけど、まあ、普段の節制もかなり過酷な節制をしているので、ダメ、まあ、内臓とかそういうダメージっていうのは多少はあると思います。まあ、さらに堀口選手はちょっと打たれ弱くなっているところが最近あると思うんで、フライに、ね、あの落とすことによって、まあ、さらに打たれ弱くなるんじゃないかなっていうふうには僕は思ってます。前回の試合では堀口選手がクラッシュダウンを奪ってあのテイクダウンをした場面もあったかと思います、はい、ただ最後のターンが堀口選手になる、うん、場面が多かった、うん、その点に関して今回は何かこう、取り組んできたこともありますか。まあ、作戦になるのであんま言えないですけど、まあ、とにかく言えることは前回のようなとはまたちょっと違う戦いになるんじゃないかなとは思ってます、はい、それはこう今まで鬼久保選手が見せてこなかったようなあの姿を見せることができそうって。そんなことはないですけどまあでもそのなんて言えばいいんでしょうね、打撃の堀口対タックル行きまくる荻窪っていう展開にはなるかどうかはちょっと展開だけじゃない分からないですね、はい、うん、全てを駆使して戦おうと思ってます。はい、分かりました、はい、ありがとうございます。他はございますでしょうか。以上でなければ最後写真撮影の方お願いします。はい、はい、じゃあ撮ります。ハイディングポーズ。はい、あとカメハメハしてもらっていいですか。はい、これサムネですか。いろいろなんかいつも同じだからこっちにもちょっと手がかぶっちゃう。あ、ちょっと手か、はいはい、ついに始まる日本と世界唯一無二の大晦日。北米のスター軍団金網から四角いリングへ、武道の国日本を敬意を込めて破壊する。歓喜と絶望が隣り合わせの大博打。史上最強のメイドインジャパン、黒船となり襲来。巡ってきたリベンジのチャンス、3度目の正直なるか。金網のグラディエーターに挑むは韓国の激闘お茶目ゾンビ、ブルマゴ軍団からの刺客をブラックヘラクレスが迎え撃つ。ベラトール最強の冒険、日本のリングを食い荒らしにやってくる。知人ライジン新王者、団体の威信をかけたチャンピオン対決へ。ベラトール生まれベラトール育ちエース、日本世界よ、これがホベルト・サトシ総座だ。こんな日のために立ち上がってきたんだよ。所秀夫、過去最大の強敵に挑む黄金のライジンバンタム級、次期王座を争う戦い。
聖なる破壊者と極真の黒ひょう、ライト級外国人トップ対決、スナリオ強し、いざ世界へ、スーパーアトム級グランプリ決勝戦。荒波に揉まれる準備はいいか。